全国のパパコーチへ伝えたいことがあります。 J リーグを引退して、はい、千葉で今サッカースクールを寮と一緒に教えてるんですけど、まあ、寮とはもう小学校のトレセンの時から一緒で、小学校は違うんだけど、まあ、そういう出会いのところから今一緒に地元でサッカースクールをやってます。僕がねプロになれた経験というか、僕は小学生の時こうだったとか、まあ、寮はなれなかった、まあ、寮はなれなかったすいませんでした、まあ、でもね、なんかそこの、まあ、違いだったりとか、なんかそういうの、僕はこうだったよ、まあ、寮はこうだったよとか、うん、そういうのを、うんうん、なんか一つの例として熱心なパパさんコーチたちに伝えることができたらいいかなと思います、うん、まあ僕が YouTube 始めたきっかけも、まあ全国のねコーチの方々たくさんいると思いますけど、僕みたいなこういう風になってプロになった例がありますよとか、うん、そういうのも知っていただきたいし、で J リーグの内見がある中でなかなかサッカー選手と触れ合えない子どもたちもいるんで、そういった方々のためにもね YouTube を使って僕の思いだったり伝えられればいいかなと思って、うん、YouTube を始めたきっかけでもあります。僕から伝えたいことは3つ好きだね。3つ好き大体4つじゃない？4つだね1つは怒ること、子どもたちにね、怒るってことは僕は自分に怒ってるのと一緒だと思うんですよ、うん、2つ目は結果論で怒ることが多いかなと、3つ目はもっと褒める機会を増やしてほしいかなと思います。たくさんのね小学生の試合を見に行かせてもらったんだけど、はい、怒ってることって結局自分が教えられてないことが起きてるんじゃないかなって俺は思う。例えばこういうプレーをしなかったって怒る、なんで何々しないんだよみたいなってことは、そのことを教えられることができてないじゃん。プレーの選択肢に入ってないってことだから、教わってないってことですね。 それをやっぱもっともっと完璧にしっかり教えることができてれば、そういうプレーをしなかったってことになると思うんで、確かに。そうだから超簡単な話で言えば、話聞けよとか、話聞きなさいって毎週言ってるよでもそれってさ言ったらさ、毎週言ってます。自分の話し方だったり話す内容だったりで、そう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 、子供たちを興味を持たせてあげられてない、自分の聞けてあげられてない責任になるのかなって結構僕は思ってて、なるほど、自責の念をもっと持った方がいいと思う。そう、子供たちのせいにするのは簡単だけど、うん、できてない子供は自分のせい、っていうことを、なるほど、まあ、僕はどうしてて常に思うと、うんうん、2つ目のね結果論で起こるってところもやっぱその1つ目とちょっと似てるんだけど、うん、パスをしたパスミスになっちゃった、起こる、うん、それはもっとパスの練習をさせてあげてられない自分の責任だったりとか、うん、だけどじゃあパスする前にコーチ何か言ったのかって言ったら、あんまり言ってるコーチがいないんだよ、ね、あーなるほど、そこ空いてるよとか言ったにもかかわらずこっちにパスを出した、うん、それだったらコーチはあっち相手だぞとか言ってもいいとは思うんだけど、うん、何もなしにただ子供たちの判断でここにパスをした、それがパスミスになった、なんでだよ、なんでそこに出すんだよ、で、うん、その結果論、うんうん、じゃあ事前にこっち空いてたよとか言うことが俺はもっとなんか大事なのかなと。なあ、なるほど、そうそう、ミスが起きる前に、うん、まあ、誘導してあげるじゃないけど、うん、そういう声がけで、ね、事前にねこうしようとか言って、はい、それをしなかった子供に対して怒るってことはしないけど、うん、その時君は何を考えてた、あ、他に何を考えられたっていう聞き方は俺はするかな。なるほど、うん、そう、だからその俺その判断サッカーに正解はないじゃん、うん、だからそのプレーが例えばパスミスじゃなくてパス繋がってたらそれは正解だし、うん、でもその時に他に何か考えることできたっていうことは子供たちもね、うん、まあ、問いかける、聞いてて、なるほど、ね、子供たちが判断した結果に対してだけ怒るのはちょっと違うかなと、うん、練習メニューからだよね。練習でシュート練習やってた、この場面では打つんだっていう、やっぱ選択肢をいっぱい持たせてあげるっていう、うん、で、まあ3つ目の褒めるところは、別にパスミスしてもチャレンジしてるミスだったら俺は全然褒めるし、スルーパス狙うけど長かった、相手にカットされた、全然俺はよく狙ったなって思うし、でもそれをまあミスと捉えるかは、それはコーチ次第なところがある。うん、チャレンジしたことに対してもっと褒めてあげること、やっぱそれって子供たちには結構響いてて、うん、それこそ僕のスクールに来た子たちはちょっとビクビクしながら、うん、怒られないようにプレーしたりしてる子が多かったから、うん、褒めてあげることで、あ、これやっていいんだって子供たちの一つの判断が生まれるから、うん、そうだね、また同じような場面来た時にやっぱ挑むよね。ドリブルで行くのやめて後ろ向いてバックパスしちゃうような子たちに、それが怒られるかそれが褒められるか、はい、で子供が次どういうプレーするかって大きく変わると思うんで、うん、ドリブルで取られることだってあるし、でもそこにチャレンジしようとしたその子の判断、うん、俺すごくいいと思って、うん、取られようがね、うん、技術
つらをいきなり1だったものを10にしろっていうのはなかなか難しいと思うんで、でも判断っていうのは技術よりも早くつけられるんじゃないかな。一回培ってしまったら変えづらいものでもありますしね、判断、うん、そうだね。だから子どもの頃の成功体験とか判断の癖っていうのはすごい大事なんです。そうだね、成功体験がまた次の違った成功体験を生み出すんで、たくさんね、あこれはいいんだこれはいいんだって、いろんなね、その成功を多くしてたくさんの判断が増えれば、ね、もっともっと良くなると思います。判断良かったのに結果がダメで怒られちゃったら、子供からするとそれってもうその判断はダメだったっていう確かに経験になっちゃうから、そう本当その通りだね、全てがダメだったっていう、同じ場面になった時それをやらなくなっちゃうよね。なるほど、確かに中井さんも一貫してそのこのチャンネルでやっぱトライが大事、でトライしないことが最大の失敗だみたいなことをおっしゃるので、自動車もチャレンジだよね。そうだね、本当に今年亡くなった小峰総監督が言ってたのが、自動車が歩むをやめたら選手の成長は止まる。だから俺はほらプロになれてないじゃん、だからもうめっちゃ勉強するもん、動画見たりとか。なるほど、経験値が、ね、知識は経験に俺は勝てないと思うから、はい、だからでも俺はやっぱ経験値がない分めっちゃ今いろいろこんなにサッカーと向き合ってるの初めてかもしれないぐらい、ほんといろんなの見てる。楽しいし、好きだからいいし。全国だとどうしてもコーチも知識も経験もあんまなかったりする、そういうコーチがちょっとずつ変えていこうと思った時に、どういうところから変えていけばいいと思いますか。何か軸を持った方がいいかな。軸っていうのは、例えば昨日、昨日まさにそうじゃん、そう、東京のチームに指導する機会を与えていただいて、そこのチームはもう一人の人間性としてしっかりした人間を作る、っていうところで、まあ試合に出す時間も平等だし、あんまりこう優劣つけないんですよ、A チーム、B チームみたいな、そうつけない、じゃなくて出る時間にしますし、なので、でなんかそういうふうにもう決め事というか、そういう軸があるから、それに沿ったスタンスで指導してるっていうところがあるんで、その東京のチームはサッカーを通して、まあ、人格形成じゃないけど、そうだね、そういう軸があれば、やっぱ指導もいろいろ変わるだろうし、そうだよね、確かにその指導者の発言とか言動一つ一つが変わってきそうですね、軸があると。そうだよね、指導者の方々個人個人指導論だったり違うと思うんですけど、僕の場合はこうやってプロ選手になることができたので、一つの参考にしてもらえたらと思います。これからも僕がこういう風にプロになるまでこういう風にやったよっていうようなことも YouTube を通して発信していきたいと思いますので、これからもぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。 YouTube でこれ教えてほしいとかこれやってほしいとかコメント欄にコメントお願いします、打ち込んじゃう PC だいたいスマホっす。お願いします。お願いします。お願いします。